ほのけさんは、福井県南城郡南越前町にある山。北と南にピークを持つ、総除法であり、北方が少し高く二等三角点が設置されている。三名は、狼縁台があったことに由来する。ほのけさんには、越前府中や京都に気球を連絡する、狼縁台があったと伝えられ、日の毛が展示、ほのけとなったという。また、カタカナナであるのは、 陸地測量部による地図作成当時、地元案内人に3名を尋ねたところ、そのものが文字を読めなかったため確認ができず、やむなくカタカナで記載したという。幕末には外国船の監視のため、見張り台が置かれたとも言う。この計山の北側には、古くからの峠道である、菅谷峠があり、北前船の寄港地の河の村と越前府中を結ぶ交通路の一つであった。 若沢王来、湖北陸道を、潮の道とも言われ、古い歴史を持つとされるが、確かな記録がなく、幻の北陸道と呼ばれている。2013年11月には、国道305号のほのけ3トンネルが開通し、海側の国道8号と山側の国道365号が、東西に結ばれ、河野地区と今城、南城地区とのアクセスが大きく向上した。 県内の一般道トンネルとしては最長の2709メートルである。その後2020年3月に鶴ヶ半島トンネルが完成したため2番目に長さとなってしまった。登山道はいずれも菅谷峠を経由するコースとなっており、登山口は東側の菅谷に1カ所、西側の奥の野と流野にそれぞれ1カ所ある。樹齢300年と言われるナ林のお根城は、 切通しの峠道であり、深さが6メートルに達する箇所もあり、古くからの往来により深く掘り込まれたという。山頂からは南城、竹尾の平野や鶴川湾が眼下に見え、天気に恵まれれば白山連峰や単後半島も望むことができる。主に形質のチャートで形成されており、その上を年板岩や砂岩が覆っている。これらの岩石は砥石になるため、 古くから採取されてきたという。多節地帯の特徴を示し、栗、小奈良、水奈良、宇な林に、夏椿、江戸譲り葉、雪畑椿、葉内若替で、大葉黒文字、丸葉満作、田虫葉、雪国三葉筒子が占める。ありがとうございます。